皆さん、ご視聴イフランチャイズの4年です。太郎です。4年です。太郎です。4年です。角田裕樹は内面に課題と時事通信。まあ、開幕戦を、まあ、自分をねコントロールしなければならないと悟り、自分を変えてくれたレースと振り返っているようですが、6月のオーストリアグランプリではピットレーンの前で割り込んできたジョーさんをちょっと無線で P 暴言で、まあ、罵ってしまい、罰金を取られてしまうということで、すでに来年の契約は発表済みですけれども、まあ、まだまだ感情を制御できない、まあ、一面を覗かせているのが、まあ、心配だと、まあ、ジジイさんが言ってるということなんですけれども、まあ、それに対してコメントがねまたたくさんついてるんですが、まあ、そのうちの、ね、一部をご紹介させていただきますと、英語の単語の意味も知らずに使ったのをあげつらって批判するのはいかがなものか、マスゴミって感じ、これ皆さんよく使われますよね、マスゴミっていうね表現使われますね、はい、今更角田は精神面に問題ありなんてどんな記事だよ、揚げ足取りにも程があるよ。内面に課題っていつまで言ってるんだろう、大して取材もしないならわざわざ記事を書かんでもよいのに。今更こんな感じで角田をディスるくらいなら F1 の記事なんか出さなきゃいいのに。時代についていけない、行かれた記者が書いた記事スルーするのが記事よくあれ再現 VTR とかよくあるやつ、この間ごめんなさい、そんな言い方せんでもっていう、うん、まあまあ動画だからね、ちょっとそういうふうにこうパターン変えてった方がこうスーッと入ってくるからアベマ TV とかであるやつ、そうそうそう、アベマプライムとかで、うん、じゃあ平石さんにじゃあやってもらえますか。そうだね、だからそれは危ないよね、だからアテレコ系ね、うん、だからいや多分本人そんなことそんな言い方してないだろ本当はみたいなすげえ悪いやつに聞こえてしまうみたいな、うん、っていうところでよくある、だから東さん方式を今太郎さんがやってきたわけですね、うん、そう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 、 SNS での声はっていうやつで、うん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 、いやそれ記事にすらくてもよくねってSNS で見ればいいわけでしょうっていうなんとかかんとかとファンみたいなそれファンの声SNS の書き込みをタイトルするのいかがなものかと思いますけどっていう、まあちょっとジジさんの記事、はい、どうしちゃったんですかね急に。いやだからタイトルは、うん、角田裕樹日本人第歴代3位の出走数にっていうなんか前向きな、うん、まあ本当だ、ね、うん、右京さんが一番でしたっけ今のところね、はい、95回そこに並ぶんじゃないかみたいなね、うん、前向きな記事かと思いきや、うん、急になんかバーレングランプリがターニングポイントなんで、そこは別に確かに角田君から言ってたんで、はいはいはい、そこは別にいいんですけど、うん、なんでそのオーストリアの暴言で罰金何百万でしたっけ忘れましたけど、うん、どうでもいいんで、まあ、ここはだから皆さんに言われるマスゴミと言われてしまう、なんでそれを出してきたっていう、うん、日本人歴代3位と何の関係があるんだろうっていう、うん、でまあ、それがまたその、まあ、コメントの子にもあるように、うん、その的を射た確かに角田君まだまだ精神的に未熟だよねっていうなんか事例だったらまだ分かる、まあだからバーレーンのことは確かにあの無線でこんなの受け入れたくないとかっていうやり取りするのは別にいいと思うんですけど、うん、まあ、フィニッシュした後のあの幅寄せとかは確かに無駄だったと思うし、うん、良くなかったと思うんで、うん、それはまあ本人も反省してるしそこからは結構落ち着いてると思うんですけど、うん、別にだからその精神的に内面が未熟だとかあの昔みたいに切れてピーってなってるシーンではあれはないじゃないですか、オーストリアのピット出口のことに関しては別に冷静な状況で、はいはいはい、こいつ何やってんだバカじゃねえのっていうので言ってて、うん、まあ、実際割り込みされてるわけですから、うんうんうん、別にそれで角田君が平常心失ってるわけじゃないし、うん、たまたまその使った言葉がもちろん使っちゃいけないしそれは良くないんだけれどだから実際罰金は食らってるんだけど、うん、まあ、あれも後日談があってその角田君はあの時その言葉の意味よく知らなくて、うん、
だからまあこういうふうに使っちゃったんですすいませんでしたってまあすぐに平謝りしてたし、うん、その意味を知ってからは自分がやってしまったことの重大さを認識したっていうふうに言ってましたけど、うん、あ実際そのチームの中でもチームの要するに RB の首脳陣も結局はみんなイギリス人じゃないから何人かイギリス人いますけど、はい、ほとんどはイギリス人じゃないから、まあ、チーム代表のローラン・メキスだってフランス人だし、うん、ピーター・バイエル CEO だってオーストリア人、うん、だからもちろん英語ってネイティブじゃないから彼らも、はい、もちろん普通に、ね、ペラペラ喋ってるけれど、うん、だから園田君もその言葉の意味を、まあ、リターデッドっていう言葉の意味を知らなかった。要するにリタードっていうのは我々エンジンのリタード点火、ちょっと点火時期を遅らせるみたいなリタード点火とかっていう意味でもよく使うんで、リタードっていうワード自体は別に普通の単語なんで遅らせるっていう、それをリターデッド、ザ・リターデッドっていうのは遅れた人っていう意味になっちゃうんで、それをまあそういうまあ障害のある方に対する言葉っていうのも知らなかったっていうのは、実は園田君だけじゃなくてチーム首脳陣も、あ俺もそれ知らなかったっていう人が結構いて、ダメなんだみたいな。だからそれはすごい一般的に知られてる、うん、まあ要するに F ワードとか、ねうん、あのまあ S ワードっていうかなんか、ねうん、クソみたいなのとかとはやっぱちょっと知られてる度合いが違うから、うん、だからチームの首脳陣、まあ、ピーター・バイルなんかもその FIA に自分が掛け合ってって言ってたのは、うん、俺たちだって知らなかった言葉を勇気、うん、がそれこそ F1 に来てまだ4年目でヨーロッパ来てまだ6年目の子がそれは知らなかったからといって、うんまあ、使ったのは確かに良くないけどでもそれは知らなかったのは確かだからしょうがないでしょっていうのを掛け合って、うんまああいう形になったっていうね、うん、だから上場酌量で、まあ、罰金も半分っていう風になってるし、うん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 今シーズンちゃんとこのままいけば、まあ、そういう背景もあるんであの言葉を言ったこと自体が良くないけれどその内面的にどうのこうのっていうのとはちょっと違うっていう、はいはいはい、そういう意味ではこの記事は全く本質とずれてるわけで、それはこういうふうに書かれても仕方がないし、うん、ファンの人たちの方が正しいですよ正直この声は。ちょっとだから時事通信さんが何をこれで伝えたかったのか、うん、別に来年延長して来年1年まだ走ることが決まってるでそれで良かったじゃないですか、うん、で来年まで走り切った時に何戦出場になるのかそれこそ右京さんの数字を抜いて歴代1位日本人歴代1位になるにはあと何年走んなきゃいけないのか僕も知りませんけど、うん、それを調べて書いた方がよっぽど価値のある情報だったんじゃないのかなっていう、うん、ね、別に内面に課題があるかどうかっていうのはその事実だけでは何も伝わらないんだから何だったんだろうねっていう、まあ、だからクリックしさせるにはそういうネガティブな話の方がいやでも見出しは、うん、日本人歴代3位、うん、だから多分最初その見出しに乗っ取って書いたら終わっちゃったのすぐ多分あの記事が足りなかった、記事がそうそう文字数がどうしようかなと思って、うん、足らなくて、あそうだ、うん、精神面のこと書こうって言って、うん、で膨らませられなかったのその出走の回数に関して、まあ、順調なら来年は歴代1位に躍り出るって書いてありますよ。じゃあこれいらないですよね、この感情制御できない一面を覗かせるって、時に感情制御できない一面が他に何かあるんだったら書いたらいいと思いますけど、これは違うからね、うんうん、最初出したやつダメ普通すぎって戻されたんだ多分、うん、もう他書いてんじゃんもう全部。F1界で生き残り自身の野望に近づくためにも冷静に何事も対処できるメンタルが求められるって。えらい上から目線で書かれてる普段からこれで F1 のこと書いてるとか、うん、その他君のこと書いてるんだったらまだ分かるんですけど、うんね、急に出てきたのがこれだったからえっていう、それも時事通信があってやっぱなっちゃいますよね、うん、まあ、だから時事通信もこうやってパクってきたってことは、うん、F1 がやっぱりそれだけ流行ってるんですよ。流行ってるんだ、うん、ポジティブに捉えれば、ポジティブに捉えれば、うん、だからうちもなんかやらないとちょっと東に負けてらんねえな、うん、みたいな、うん、あ新しいコメントも入ってます。時事通信がうるせえよってまあ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 いつの話をしてるんだこの記事は、まあ、だから言われたんじゃないキャップに、だからちょっとうちも F1 やってさっつって、東さんが頑張ってるからさって、うん、そしたらあのスポーツのとこにもヤフー拾ってくれんじゃないかみたいな、うん、まあむしろだから逆ですからね、 割とその本当バーレーン以降はすごい成長してると思うし、園田君自身その暴言っていうのはもう本当にものすごい気をつけてるから、うん、まあ、そういう感じはあったよね、うん、で成長したよねっていう感じはあったよね、まあ、でもそうやって積み上げてきても
たったの一言でまた崩れ落ちて、でももうみんな忘れてるでしょ。だってすぐ本人も反省して、その後またね、まあ、だから別にオーストリアの件も別に内面の問題じゃなくて、ただ言葉の意味知らなかったっていうだけだから、全然その内面の問題じゃないですよそれはっていう、その本質は記者さんには分からなかったんですかね。だから内面にそういうのがあるから、じゃあ時事通信は時事を伝えられないんじゃないですかね、それじゃと思いますけど、どうなんでしょうか。だから時事通信的には内面に問題があるからそんな言葉を吐いたんだろうって言いたいんだとは思うんだけど、いやいや別に内面にそんなことがあってもう出てくる、だって第二言語なんだから、誰かしらが言ってたものを、使っていいというふうに教わって、で意味、そんないけない意味があるとは知らずに、使ってしまって、今回お叱りを受けたことで、うわそんな意味があったんだ、もうすいません本当もう二度と使えませんっていうことなんで、まあ、ちょっと釣り記事になっちゃってるよね、確かにね、まあでもいいじゃないですか、コメントなんで皆さん お気づきで、いやだから本当時事通信よりもヤフコメの方が信憑度が高いなというのが正直見えてしまっていると、はい、まあ、だからそれはやっぱり東さんに鍛えられた人たちとりあえず疑ってみるこれが本当じゃないと疑ってみるって、いやちょっとだから時事通信さんがそのレベルにこう同じレベルにさ、自ら下がってしまっているというところがちょっと残念だなと、まあまあこれをきっかけに、これじゃいけない、そういうこたつ記事じゃいけないっていうことで、時事通信さんも もうしっかりアポイント取っていただいて、ちゃんとご本人に今後は取材をしていただいて、時事通信さんらしい、レース会じゃないところの切り口で、取り上げていただければ、また新しい視聴者ファンの方がねついて、いいんじゃないかなと、時事通信さんの株も上がるしね、と思いますけどね、来年走り切ると日本人歴代1位です。1位になるんだね、来年で5年目、5年間走った人はいないってことですかね、5年間、まあ、レース数が今多いからか。そうだから右京さんの95って当時16戦18戦、まあ、90年代後半はちょっと増えてきたと思いますけど、18戦ぐらいあったんじゃないか、確か18としても95戦ってことは6年 7年ぐらい、あ結構長く走られてたもんね。右京さん92から97ですからね、まあ、ミナルディが、ああなってなければもうちょっと長く走ってたかもしれないですけど、6年で97、ああそっか、結構長く走られたのかな、まあ、アグリさんもリジェン騙されてなければもうちょっと走れたかもしれないか、中島さんが87、88、89、90、91、5年間、まあ、だから角田君も5年という意味ではシーズンの長さでいうと同じか、角間選手は2002、2004、5、6、その後7、2007までか、8の途中、でも高間選手まだ現役で選手だからね、いや角田選手にも息の長い、だから いつまでも我々も角田君じゃいけないということですよ、かわいいかわいい角田君じゃなくて、ルーキーの角田君じゃなくて、もうベテランの角田さんですから、確かに、まあ、本人がそういう感じじゃないところがまた魅力ではあるんですけどね、そうねまあそれは別にね、普段の人間性とコース上とはまた違うから、コース上でしっかりベテランらしい走りを、なおかつ一発の速さも見せればいいと思うんで、そうだね、ということで、時事通信さんが、ヤフコメの皆さんにお叱りを受けたというお話でございました。はい、ということで、時事通信さんはもっとちゃんと取材して、新しい F1 の魅力を伝えてくれと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、 F1 ライフのクッションは F1 ライフスーズーリ支店から、そしてこちらの T シャツ&パーカーは F1 ライフ公式ストアから、あらたした。